れ？俺がだらしない男だと分かって幻滅しちゃった感じ？なんか、葵くんさ、無理に悪い男になろうとしてないかい？こんにちは、茨と申します。初めての方は初めまして。トロワレのポルマ続きからやっていこうと思います。なんかずいぶん久々だなやりたいゲームがありすぎて久々な気がしますね。というわけで前回は確か葵くんが彼女さんのことをもう愛せないからよりを戻す気がないみたいなことを言ってくれたところで終わりましたね。正直嬉しい正直ニヤニヤが止まりませんね。というわけで続きからやっていこうと思います。わあ、これショックだわ。マジへこむわ。どうした？こんにちは。どうしたんですか？あ、今さん、ちょっと聞いてくださいよ。学生の頃から大好きな女優さんがいるんすけど、男がいたみたいで、俺今絶賛ブロークンハートっす。ガチ恋勢か。それはご愁傷様。冷たいな、もう。見てくださいよ、これ。お？あ、もしかしてこの女優が、あれか？葵くんの元カノか？清純派女優、ゆみセレナかな？おぉ。驚愕スクープ、清純派女優、ゆみセレナ。イケメン御曹司との密会現場撮った。で、写真付きっすよ。写真付き。あ！え？いや、元カノとかじゃないや。もう、葵くんや。え？葵くん、え？どういう状況？あ、葵くん？今の葵くんだった？はあ、清純派でデビュー当時から好きだったんすけど、やっぱ男いたんすね。まあそらな、やっぱかっこいい人かわいい人が溢れてる芸能界だから付き合うこと多いんじゃないかい？もうマジショック。セカンド写真集も予約したのに。まあ予約だったら取り消せるんじゃない？あの、もう一度見せてもらってもいい？あ、はい、どうぞ。葵くんじゃん、かっこよ。こんなんさ、ざわざわしないえ、誰このイケメンみたいな。へえ、女優さんと付き合っとったった。葵くんに間違いない。しかも相手の男ってあの総資産4800億円の鏡グループの御曹司なんすよ。やっぱ金持ちやん。金の匂いがプンプンしてた。そうったい。離島手つ手当てついても手取り月21万手取り月21万俺とは住む世界が違うというか。そうか、こんな過酷なのに21万か、大変だな。でもセレナちゃんがよりにもよってこの男とつながってるなんて、それが一番ショックで。それってどういうこと？え？そりゃ妬みもあると思うんすけど、あまりいい話は聞かないっすよね。特に。え？なんか一人の女の子を大事にするタイプだと思うけど。なんか女性の方が夢中になっちゃうみたいっすね。まあそらそうそらそうよ。優しくてイケボでイケメンだったら大体夢中になっちゃうよ。以前はある人気モデルとも噂があったみたいっすけど、結局女の方が遊ばれて捨てられたとかなんとか。でもそれさ、人気モデルの方が振られて腹いせにそんな噂流してるとかやない？そういうことがあっても超セレブでイケメンだと女の方から寄ってくるんすかね。あ、まあ、女って言わない方がいいよ女性とか女の子とか言った方がいいよ。葵くんが私に言えなかったことってもしかして。だからこの記事ではセレナちゃんもこの男に遊ばれてるんじゃないかって。そういえばこの御曹司の男ってつい最近どこかで見たような気がするんすよね無能すぎんかな。いるやろイケメンが。でもこんな別世界の人俺の知り合いにはいないですし。あの新米くん、この雑誌後で借りてもいい？え、ああ、もう読み終わったから持って行っていいっすよ。ありがとう。それじゃあ。岩さん、ちょっと待って。何？あのどうしたの？袋閉じ開けたの俺じゃなくて先輩っすから。どうでもいいわ偶然週刊誌を見たら葵くんが載ってたんだけど。どこでする？いつのやつ？看守詰所に行った時に新米くんからもらって。写真でいいからそのページを送ってくれない？悪いけどその話は記事を見てからで。
からの写真を撮りましたと。葵くんが言ってた記事送るね。これバッチリね、バッチリやっぱ葵くんが写ってますよね。女優さんと付き合ってたのか。それは過去の女性が強すぎる。やっぱ女優さんって綺麗だからね。ありがとう。葵くんが言えなかったのってこのこと？会って話さねえか。直接顔を見て話したい。分かった、面会の申請するね。ありがとう、申請待ってる。さあ行きますか。面会開始。葵くん。ありがとう、来てくれて。なんかはつらつとしてるな、どうした？あの週刊誌のことだけど。うん、正直驚いてる。ずっと話せなかったことってこのこと？なんかドラマみたい。いやこれはなんか攻めてる感じになるから、なんかドラマみたい。楽天的やな。ドラマか、それならよかったんだけどな。まあ、当事者だからね、なんとも言えないよな。全部が作り話ならよかったのにって思う。でもこれが現実。付き合ってた彼女ってあの女優さんだったの？ああ。ああ、やっぱそうなんだ。そっか、でも恋愛なら別に悪いことをしているわけじゃないもんね。そう思うなら、どうして最初にあのメッセージを送ってきたんだ？え？なんだっけ？何送ったっけ？最初に何の文章だったっけ？何か引っかかるところがあって、送ってきたんじゃないのか？そうなのかな。お前だって気になってるんだろ。ま、ただの嫉妬心だと思いますけど。気になるなって。俺はもう隠すこともないから。え、そうなの？話してくれるの全部？葵くん、あの記事に書かれていたことって全部本当のこと？記事になんて書いてあったっけ？待って、あの写真がちょっとインパクトがでかすぎて忘れた。なんて書いて、あ、御曹司か。ああ、そうだよ。全部、本当のことだ。ああ、やっぱお金持ちったい。へえ、いいね。ああ、なるほど。葵くんがいろいろな女の人と関係を持っていた話も？ため息ついてる。だとしたらどうなんだ？え？でも葵くんはそんな人じゃないと思うけどな。一途に愛するタイプだと思うけど。信じたくないな。何か理由があるんでしょ？私の知ってる葵くんと違って。信じたくない。信じる信じないは勝手だけどさ、あまり男に理想抱かない方がいい。ごめんなさい。まあそうだね、葵くんはそんな人じゃないとか、多分私の理想も入ってるだろうし、それを押し付けるのは失礼だったね、ごめんね。実際これが初めてじゃないし。そっか、初めてじゃないんだ。え、どういうこと？あの手の写真は何度か撮られているんだ。その時々で相手は違ったりするけど。まあそっか、いろんな会社があるからね、文春とかなんかその他諸々だから、いろいろなっていうのはあながち間違いじゃない。え、そうなの？中には家の力で潰した記事もある。え、そうったい。やっぱ家ってそんなでかいんだな。お前も興味ある？え、いや、ない。あれ、俺がだらしない男だと分かって幻滅しちゃった感じ？なんか葵くんさ、無理に悪い男になろうとしてないかい？多分今までさ、御曹司ってこともあってさ、いろんな人からのイメージとかさ、で多分傷つけられてきたと思うんだよ。だから今ちょっとさ、突き放して自分が傷つく前に悪い男になりきって、イバちゃんを突き放そうとしてるんじゃないかい？ごめんね、お前が思っていたような人間じゃなくて。いやでも葵くんはそんな人じゃないと思うんだけどな。みんな理想に踊らされてさ、ほんとくだらないよな。まあでも確かにそうだね、この葵くんらしくないってのも理想か、難しい。どうした？黙ってないで、お前も何か言いたいことがあればどうぞご自由に。お、来た。嘘が下手だね。らしくないよ。どうしてそうやって自分を落とすの？本当はまだ彼女のこと好きなんでしょ？嘘が下手だね。動揺してる。やっぱ演技だったんだ。葵くん。
葵くんが何を抱えてるのか私にはわからないけれど、私は葵くんの味方だよ。あ、触るぞ。よいしょ。くそ、お前何なんだよ。ちょっと信じてもらえたかな。どうして俺なんかに優しくするんだよ。俺なんか見捨てりゃいいのに。なんでそんな自己肯定感低いんだろう。俺なんかじゃないよ。ほんとバカだなお前って。元の葵くんに戻った。彼女とは知り合いのパーティーで出会って、あ、そこで声をかけられて番号を交換して付き合うようになった。そっか、いいな、運命的な出会いってやつだな。羨ましい。彼女さん、向こうの仕事のことはもちろん知ってたけど深くは考えなかった。俺が浅はかだったな。え？お前に彼女のふりをするよう依頼してきた男は彼女のマネージャーだよ。あ、そうったい。あ、やけん探しとったい。なるほどな、点と点が結びついてきましたね。向こうもかなり切羽詰まってたんだろうな。見ず知らずのお前にあんなことを頼むくらいには事務所の看板背負ってる女優が失踪したとなれば事務所の信用に関わる。まあそっか、新しいドラマも決まってるし CM 契約だって。うわあ、そうなんだ。それ何百億って賠償金払わなきゃいけないんじゃない。今彼女が失踪したと世間に知れたらそれこそ大問題だ。事務所の倒産だって免れない。ああ、やけん必死ったい。ただそれを隠し通すのもそろそろ限界だろうな。どこに行ったんやろ彼女さん。限界？クライアントには病気とか何か理由をつけてごまかしてるだろうけど、ここまで日が経つと。じゃあの麻薬ってのは全部嘘やったったい。彼女の失踪を嗅ぎつけた誰かがいて、その代わりに出たのがあの記事だとしたら納得がいく。そうじゃなければもっと早くに記事が出ていてもおかしくはないから。俺は一般人だから、あの記事を止めていた人間がいたとしたら彼女の事務所サイドだろうけど、失踪に比べたら誰かと付き合ってる云々なんて些細な話だからな。なるほどね、そこで煙に巻こうとしてるんだ。まあ俺の実家の名前が出ればクライアントも迂闊に口を出せないと思うから。そんな強いったい実家。多少は時間稼げるかもな。葵くんの家ってくだらないな、何もかも。わあ、悲しそうだ葵くん。それ以上彼の言葉が続くことはなかった。行方不明の恋人と彼の正体、触れてはいけないことなのだろうと思いながらも彼の気持ちは全くもって読み取れずにいた。ってことは何かに追われてるのか、事件に巻き込まれたのか。これでお前も帰れんだよな。私もできるだけ手を尽くしましょう。好きだったのにな。彼の瞳を追う鍵は未だなんとかなんだ。ありがとな。あ、次が最後の予感。エピソード5、日に向かう花。うわあ、どうなるんだろう。ちょろっと進めるか。あの記事を知ったおかげで、あの葵くんたちの関係性や今部さんの正体も分かったけれど、どうしたら心が晴れない。まあね、もやもやしちゃうよね。私もしてる、同じ気持ち。この記事に書かれてることが正しいとは思わないけれど、葵くんは自分の過去についてあまり話をしなければ否定もしない。まあ多分今まで否定をしてきて、それを信じてもらえなかったから否定を言うのももう嫌なんだろうね。なんて書かれていたっけ。二人は共通の友人宅で開かれたパーティーに出席し、そこで連絡先を交換した。言ってたね。相手の男性は過去にもかの有名モデルなど数々の女性と噂があったプレイボーイ。プレイボーイ、これまで浮いた噂が一切なかったゆい海に彼の方から声をかけた。しかし彼をよく知る人物は、深い交際に発展してもそう長くは続かないだろう。一夜限りの関係も多く、ゆい海もその中の一人である可能性が高い。デビュー当時から清純派女優として仕事以外で異性と接触する機会がなかった
ゆい海がなんて呼ぶんだろう、イケメン御曹司に口説かれて好きになった可能性は大いにありうる。なんでその好きかって書くの。なんか女性の方が夢中になっちゃうみたいですね。以前はある人気モデルとも噂があったみたいですけど、結局女の方が遊ばれて捨てられたとかなんとか。本当か。二人がパーティーで出会ったのも、そこで連絡先を交換したのも、彼が言っていたことと同じ。でも葵くんの話だと先に声をかけたのは彼女の方。ただそれ以上のことは葵くんの口からも何も聞いていない。どこまでが本当なんだろう。まあ葵くんを信じるけどね、私は。だってそんな根も葉もない噂よりさ、葵くんと過ごした時間の方が長いから、葵くんを信じるべきだと思いますけどね。というわけで一旦ここで終わりたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。続き気になった方また見てってくれると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。イバラでした。ここまでご視聴ありがとうございました。動画投稿は2日アップロードしたら1日休むという謎のリズムを刻んでいます。もし少しでもいいなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。